い、噂の検証後半戦お送りいたします。さあ前半戦終わりまして2つの噂に迫ってみました。まず井出さんの、ナンバーワンプロの、自負がありますよね。あります、モテますよね、モテますということで、うん、2つまず、丸いただいたわけなんですが、例えばから後半戦の残り3つ、はい、今後も嘘なくお答えいただきます。はい、嘘はないです。嘘はないです。じゃあ井出さんお願いします。3番、次は D3。 よしよしよし。あれ D3? 俺ですか ?3 番 D3 なんですか。あ、わかりました、はい。まあ、あの普段からあのお世話になってる竹澤さんということもあって、なんて呼んでんの。親父って呼んでます。親父、え、先輩に対して親父、まあ、いわゆる僕らが子供たちっていうことで、あ、面倒見のいい先輩っていう意味ですね。なるほど。まあ、お世話になってるっていう意味で親父って言ってるんですが、うんうん、まあそんな僕なのであんまり今回いい球投げたくないという、そうだろうね、いうのもちょっと申し訳ない。いい球ってのはきつい球っていうんだよね。そうですね、だからやっぱお世話になってるんであんまり投げたくないっていうのは、じゃああれだ、甘い真ん中投げて打ってもらおうか。そうですね、っていう感じで、はい、申し訳ないですけど本当皆さんに、まあ、ご理解いただけたらということで思います。ででんスパイダーマン疑惑と言いましても、なんか分かんないかもしれないんですけど、このままじゃよく分かんないです、ちょっとあの、まあ、最初に話戻りますけど、うんうんうん、あの竹澤さんって、まあ、お酒好きで、うん、あの知られてると思うんですけども、うんうん、竹澤さんって酔っ払ったらじゃあどうなっちゃう、あんな気も使えてお酒お飲みの席で気も使えてあ、さっき言ったところですね、はい、うん、はい、飲み始めたというか、うん、そのお席にお供させてもらった時に、まあ一定のお酒をこうたしなみますよね皆さん、うん、僕もちょっと酔いが回ってきたのか、僕の目に映った竹澤さんがあのなんか張り付いてたんです。壁に、どこに、壁に、壁に、うん、これ、はい、まあ、スパイダーマンに見えたんです、うんうん、しかもそれが服が着てないんです。肌色だった、肌色のスパイダーマン、肌色の服だったかももう覚えてないんですけど、多分肌色の、肌色のスパイダーマンだから、はい、あの赤色のスパイダーマンじゃなくて肌色だったんですよ、うん、多分ですよ、うん、あ、そう、はい、いや、これもだからあのちょっと分かんないんですけど、検証して、あれは夢だったのか、はい、現実なのか、幻だったのか、これもし違うだったら本当に失礼な話だからね。そうなんですよ、うん、もし本当であれば、まあ、酔っ払っちゃうとそういう癖があるんじゃないかと。これ大丈夫ですか、この噂。いや、大丈夫ですけど、いや、まあ、とりあえず、まず本当のことか分かんないんで、嘘か、本人に聞いてみましょうか。いや、僕も覚えてないんですけど、本当ですよね。見た人がいるって言うんであれば。嘘、嘘、覚えてますよ、覚えてます。大体、もう、なんか空気が重いと、明るい酒にしたいんですよ、ね。はいはいはい。だからもう脱いちゃおうかなっていうふうになっちゃったんで、別にじゃあ脱ぐのが好きっていうことでは、好きじゃないです、好きではない。で、酔っ払って脱いでるわけでもなく、酔っ払ってなければ難しいかな、まあ、若干お酒が入ってるにしてもだからわけわかんなくなって脱いでるわけじゃなくて酔っ払わないで、いやいや違う違う違う、そのヤバい人意味が違う、お酒に飲まれて脱いでるんじゃなくて、あのちょっと多少よ、まあ、お酒は飲んでるにしても場を盛り上げようとしてちょっと面白いことしてみようという行動だっていうことですね。もちろん、それも気遣いだということですか。あ、まあそうだよ。あKO麻雀。で、私何が聞きたいかっていうのは、なぜ壁に張り付いてたんですかっていう。スパイダーマンだからね。おうおう、なんでですかね。ただ脱いでて、もう脱いでて、いもう一回も笑わずにこう座って何事もなかったのに、いや、それはそれで面白い、やろうかなと思った、面白い、何って、何って聞こうと思ってな、どうしたんだよ、お前ら変なの笑ってて何してんだ、ちょ、インパクトねえなと思って、うん、いや、そっちもインパクト、でも本当に、僕はそんなので捕まりたくないから個室ですよ、もちろん、はいはい、個室であのお店の人も入ってこないように、はいはい、そうですよね、まあ、ついたかついてないかってさ、つきましたよ、張り付きましたよ。KO 麻雀。
俺も散々竹澤と飲んでますけど、まあ、たまにそういう姿を見ることもありますけど、あんまりないんですけどね、うんうんうん、実際女の子がいるとそういう風にならない。まあそれはそうでしょうね。そりゃそうですよね、はい、もうさ本当にお世話になってて親父だって呼ぶぐらいの人が何に気使わせてんの。でもう分かるよね、はい、ここまで言えば。そうだね、もうやらせちゃダメだよ、分かるね、もうこれ以上がない。じゃあ伊沢さん。4番、最近ちょっと、強い、やばい、なんか厳しい、厳しいなんだけど。はい、いいですか。はい、はい、何回か行ったことあると思うんですけど、最高位戦のプロテストに落ちた。ヒロさんならではっていうのは、滝沢さんがですか。ヒロさん、これは多分まあこれ本当なんですけど、はい、まあ、この頃多分出会ってないぐらいじゃないですか。あ、はいはいはい、知らない頃だから、これは実際の話としては知らないんですけど、聞いたことが。若い頃ってことですよね。要は連盟入る前ってことですよね。前ですね、うんうんうん、おそらく。まあその頃の話もついでに聞けたらなと、うん、なるほどなるほど。これは、うん、本当ですね、落ちました。おいくつぐらい。18、9、9になったぐらいだと思うんですけど、最初アラさんとも知り合ってたんですよ。あ、はい、アラさんと知り合ってたんですけど、まあ、そういうメンバーでよく麻雀やってたんですよね、はいはいはい、最高戦の先輩が大先輩で、じゃあうちのテストもうすぐあるから受けないよって問題を持ってきてくれて、はい、分かりました、何も分からない、何も知らずに、分かりました、じゃあ頑張りますとか言って、でまず受けて、そのままその日筆記がまずあるんですね。筆記と面接があって通って、次の日実技で 100以上負けたんですよ僕は。あ、はいはい、100負けなければ、まあ、90代ぐらいだったら合格にしてもよかったんだけど、また来年だねっていうって言われたんですよ。へー。ただアラさんが、ああそうなのって、じゃあ連盟受けるっていう話になって、うんうん、分かりました。それも分かんないし、もう全部2つ変で受ける、はい、そうそうそう、こっちダメなんで、じゃあこっち受ける、はい、で、はい、うん、はい、で今に至るということですね。へー、すごい。もったいなくないですか、最高位戦は。もう、もしかしたらそこっちにいたかもしれないけど、ね、だから今考えるとすごいですよね、はい、もしかしたら武田さんは最高位戦にいて、はい、また違う人生を送ったかもしれないですね。試験の難しさはそんな変わんなかったと思うんですよ、当時から。でも最高戦ちょっと厳しかったかもしれないですね、当時の最高戦は。厳しかったもんね。で今はでも連盟のテストが一番難しくなってるんですよね、はいはい、結構難しいですよ今のは。今受けたら受かりますか。受かるは受かると思いますけどね。伊沢さん大丈夫ですか。いや私は本当に時代が良かったと思うんですけど、ね、本当に。いやそんな別にそこまでなんていうの。今タンクトップで行ったら落ちますよ。タンクトップで行ったんですか。僕タンクトップで。よく受かりましたねそれ。慶応麻雀。そもそも麻雀プロになろうと思って東京に来られたわけですか。まあそのプロっていうものがどんなものかわかんないけど、麻雀をやろうと思ってきましたけど、ね、麻雀をやろうと思ってきたんですね、はい、だけど一応専門学校に入っちゃうんだ。そうです、音楽系 その楽器をまあ作るとか直すとか、はいはいはい、そういう学校に行ったんですけど、好きだったんですか。やっぱり好きなんですよ。でも麻雀やるって言ったら、まあ、両親とも何それ麻雀って何、うん、学校の先生もそうですよね、うん、それはもうちょっとなんか何でもいいから考えなさいって言った、はい、じゃあそれだったら楽器屋さんみたいなことがいいかなって言って、はいはいはい、あ、じゃあ本当の東京に出てくる時は麻雀なんだ。麻雀は麻雀です、はい、慶応麻雀ということで、今回の噂丸ということで、はい、俺は初めて知りましたもん。次5番目の噂になるんで、はい、おそらく一番きつい噂が今から出てくるんですけど、はい、いや、まあきつい選んでるよ。まあきつい、まあね、スケットバイ黒人だからね。5番ファースト中島、まあきつくはないんですけど、うん、まあちょっと僕にもちょっと疑問に思ってることをちょっと聞いてみようかなと、うん、お題、じゃじゃん、佐々木久人と不仲説なんですけど、うん、これ一緒に仕事する機会とか、まあ、結構あると思うんですけど、同じ連盟で、まあ、ツイッターとかでよくお互いやり取りしてるじゃないですか、滝沢さんと久人さん、からかいながら、うん、冗談言いながら、うん、まあ、表面上まあ冗談に見えますけど、
まあ、実際のところどうなのかと。よく芸能人の方とかでなんかお互い芸人同士なんかコンビでなんか仲悪いとかあるじゃないですか、うん、噂とか。実際仲悪いんじゃないのみたいなことを釣られちゃったよもう釣られてあくび出ちゃったよこれ。あくび出ちゃったよ、あくび出ちゃったよ、出ますよね、うん、まあ弾が飛んでこなかったもん、うん、あんなプレゼン能力見たことないんですよ。ゴーゴーゴーファーストイデン、はい、お願いします先生。まあ今回、はい、私が持ってきたお題こちらです。佐々木久人プロと不仲説ということなんですけども、うん、まあ、こちらはツイッター上などで冗談やり取り汚えな、ほんとしますけど、めっちゃ撮ったよ。実は冗談やり合ってるようで不仲なんじゃないかなと私は思ってるんですが、その辺を今日ちょっと検証してみたいと思うんですよね。ということで、ね、やばい、俺の会話やってんだもん。慶応麻雀どうでしょうか。いいですか。いいまだ出る、まだ大丈夫です。いや、本当はこんなにライバル視してないですよね。そこまで。あ、そうなんだ。麻雀なんで、こいつだけはっていうのは本当はマイナスじゃないですか。それはそうですね。だからそこまで意識してるわけじゃないですけど、今回やつが A2 リーグ、うん、昇級しそうだったんですよ、うん、1位で、首位で最終節に入って、はいはいはい、最後ちょっとこけちゃったんですよ、うん、はい、よっしゃと思って思いますよね。それはそれ使いましたよね。いや、まあよっしゃっていうのは今ほとんど本当に冗談なんですけど、はい、ちょっと気の毒になっちゃうぐらい、まあ、そうです、そんなに仲悪くないです。だから、はい、ちょっと気の毒でした。でもあれですか、プライベートで電話こうしちゃう仲とか。あ、それ絶対ないです。ないですよね。あ、ないんです、ね、電話はもう10秒以内ですね。あ、仕事の要件だけど、はい、スタートが早いから早く切りたい。要件だけど、あれどうですか、食事とかはどうですか。食事はなんかね、食べ方汚いんですよ。なんか美味しい、かなり美味しいものを、うん、この例えば地方のゲスト行くじゃないですか、はいはいはい、こう出してもらった時になんか食べ方がまずそうって分かります。それも思った。それなんかあのね、あの人はうまいものをうまそうに食わないんですよ。だからちょっと例えばこっちが気遣ってここうまいんすよって連れてったとこにリアクションもないから、やべやっちゃったかな。そうそんな感じ。そんな感じ。単に淡々と食うとかじゃなくてですか。で、そういうことでちょっと聞けないじゃん、どうでしたとか、うん、うわちょっとまずかったんだなと思って、あそこいいなみたいな。いや絶対井出さん聞けるでしょ、タイプ的に。聞けるけどなんで嘘ついたんですか。嘘ご法度ですよ。聞けるけど刺しは無理だよ。本当ですか。刺し無理。しかもこっちがさ気使ってるから、あここうまいんすよって言ってるからちょっと傷ついてるから聞けない、うん、あまずかったんだ俺って失敗したなと思ったらこう誰からってごちそうさまでしたって出るじゃん。あいいなこれみたいな。あそうなんだみたいな。そうだから感情が出ない、うん、なんかそうなんですよ。箸をね置く回数が多いのかな。ああなるほどね。うん、多分そうです。それが嫌だから食事に行かないですか。なんか嫌ですよね。気分がいいものではないですよね。確かに。もともとそんなにお酒飲むタイプでもない。まあそうですよね。あとあんまこだわり見せないですよね。うん、ハンバーグとトンカツ、うん、ばっかり食ってますよね。大体その2つです。たまにうなじみたいな。うなぎそうそう。慶応麻雀。出会った当初って2人そのやっぱり気になりません？聞きたい。結構若くて若い時で。ああはいはい。僕まだ。21、2だったと思いますけどね。もうちょい前だから21、2ぐらいだと思いますそれぐらいで。どういう経緯で知り合ったんですか。僕はお客さんで、ああはい、彼はメンバーです。はい。第一印象ってどうだったんですか。その多分お互いは聞けないと思うんで、武田さんの早い、とにかくすごい早い、ね、あとは声を出さない、店で接客しないと。そうですね。
もう後で聞いたら本当に嫌だったみたいで、いやいやあの仕事してたと。いらっしゃいませとかは言わないってことですか。おちっちゃいんですよ声が。すいません。なんかどこです、うん、よく勤まりましたよねメンバー業、うん、確かに、まあ、やっぱ強いから一番、うん、一番手なんですよね、はい、本層一番手っていうのかな、麻雀屋さんで言うと、うん、麻雀打つのが仕事。そうですね。強かったですか。強いですよ。強いですよ。それはもう間違いないと思います。第一印象は悪かったと久保さんに対して、うん、まあこういう人もいるなっても思ってますからね、うんうん、いい年だからこっちも。じゃあ久保さんがプロになるとなった時は、はい、まあもちろん事前に、はい、してたと思うんですけど、はいはい、それをまあ何でしょうね、分かんないです。滝沢さんが勧めてたか、他の人から勧められてたか、はい、ちょっとその辺は分からないですけど、はい、まあ、久保さんがプロになろうと思うという決断をされた時はどう思いました。押せよと思いました。あ、押せよと、はい、あ、早く来いと、結構みんな荒さんとか、まあ、連盟のこの上の人なんか全員言ってましたからね、もともと早くなった方がいいよって、このままじゃ生きれないから、で、まあまあ、あんまり褒めるのは嫌ですけど、そのまますぐ結果出したんで、うんうん、何者入りで入ってきて、はい、みんなね、麻雀プロから疎まれてたと思うんですよ、うんうん、なんであいつ勝ってもいいねんのに使われるの、うんうん、うちの後がやっぱすぐ結果出したんで、うんうん、あとはタイトルだけだねっていうふうに言われてますね、今は。やっぱりそこは、俺はタイトル持ってるしねっていう感じですか。僕はその話になるとなるたびにもっとやれてる。KO 麻雀という2人の関係、三角ぐらいはあるかもしれないですよ。うーん、あれまでいかなくても。どうですかご自身では。だって他人が見たら電話10秒飯食わない。これもうたまにもたまに食わない食わない食わない。わざわざあの電話して何食べるという一緒に待ち合わせしてご飯食べに行くことはないってこと。これでも丸はない、丸はないですよ。まあ丸の可能性はあります。だから罰はないですよこれ。まあ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 それはだけど、そういう関係の方が正しいかもしれないですよね。まあ大人はね、麻雀プロ同士が俺はあの人と仲いいんだよねっていうのは、うん、なんかちょっと違う、まあ、そうですね、不純じゃ不純なような気がしますよね。違うよ。だからこういう関係別ですよ。あの完全に先輩でこう、まあ、いわゆる教えをこう、うんうん、立場と、教える立場っていうのはであればこう心酔したり、あの尊敬したりっていう念は仲がいいっていうのは正しいと思いますけど、まあ同世代で、なんて言うんでしょう、まあ、自分で思ってるか周りがたきつけてライバルに勝手にさしてるのかわからないですけど、まあそういう関係であるんであれば、いやそんなことないです、ものすごく仲いいです、昨日も2時まで電話してましたしとか今日も終わってから2人で飲み行くんですよとかしたらうわーと思うもんね。男同士は少ないで、ね、なんか正しいような気はしますよね。でも罰でもなければ丸でもないと、うんうん、例えば2人が長電話するっていうんであれば、連盟のことを考えて電話してるっていうのはね、深刻な状況でしょうね。まあ、それしかない、正しいでしょうね。もしそれならね、あるとしたら最近の若手どうと、俺らで頑張んなきゃダメだよねって言ったら2時間話すかもしれないけど、そういった電話も多分すぐ切られる可能性がある。ということで、不仲説、はい、消えちゃったよ、不仲説は罰ではない。そうですね、はい、ということで以上5つの質問に迫ってまいりました。改めてみましょうか。まずは、男性プロ人気ナンバーの自負がある丸、最高峰のプロテストに落ちた丸、モテますよね丸、スパイダーマン疑惑丸、佐々木さんと不仲説は三角ということで、以上5つの噂に迫ってみたわけなんですが、武田プロいかがですか。カットするとかありますか。これは若干、いや、僕ちゃんとうまく喋れてないと思うんですけど、本当に問題ないところでやってますからね。そこだけはちょっと念を押して、あ、はい、あ、そうですよね。大丈夫、カットしてきますよ。めっちゃ顔、めっちゃ顔にやけてますけど、うん、ここだけ。これぐらいですか。本当は大丈夫でした。大丈夫ですよ、もちろん、なんとも、はい、もうちょっと、むしろいい、もっと来ると思いました。ただ来るかなみたいなのありました。ヒロさん、ただ一つ、後輩は滝沢さんの裸を見て育ってきて、背中じゃなくて裸を見て育ってきて、それだからギャグって言ってんのか。本当のギャグですよ。あ、ギャグで言ってんの。これギャグ、なるほどね。だけど、じゃあもうだけど学んだでしょ、その部分は。そうなんだ。からもうこれは滝沢さんにやらせるべきじゃないと、はい、もうそうなっちゃうよ。それはもう言っちゃうヒロさんが言ってことは、滝沢さんが
場がちょっとしらけてるな、盛り上がってねえな、よし人肌脱ぐかと本当脱いじゃってるわけなんだけどね。しらけてるの誰がしらけさせてるのか。そうだからこれからはしらけさせないか、滝沢さんが気使ってそういうことやるなら俺は行きますよってことでしょ。不足すると周りもそのそうなっちゃうんですね。だから先に親父にやらせるかやらせないかの問題っていうのもある、ね、あります。みんながなってたらなる必要ないそうですそういうことそういうことだね。わかります。あとはもうなんか大丈夫だな。はい、もう滝沢さん、まあでも手を汚さずに。スパイダー継承継承継承二代目スパイダー、二代目スパイダーそれ俺の影よ、勘弁してくださいはい、ということで、以上をもちまして噂の検証のコーナー終わりたいと思います、次のコーナーもお楽しみに。それではさよなら。